皆さんこんにちは、今回は前回の続きで、同じくカードボックス横浜店から横浜西口店からポケモンカード1000円オリタの方を、今回開封していきたいと思います。前回は500円オリタを開封いたしました。そちらもぜひご覧ください。今回は1000円です。欲しい方はチャンネル登録とコメントのお願いします。さあ開けていきましょう。テンション上がっておりません。なんだこれは、何ですかこれは、どうなってんのこれ。診断、イエーイ、すごそう。何1000円超えてんの。ハイパーレアだから言うてる、まあ、診断のハイパーレアだから、まあまあこれでもあ、またハイパーレアの香りが、あ違った、画像バック、これは俺の記憶だとすごい高かった記憶があるけど、あの後なんか変わった時代が変わったね、だいぶ。さあ、お、ピクシー来ました。俺の推しポケモンが来ました。アシストパワー、これ700円ぐらいだ。結構いいね、1000円の方は。うん、これいいね、いいね、1000円いいね、楽しめるってやつ、うん、まあ、レアリティ的にね、うん、あ、これも、おお、悪くないね、1000超えてるよね、確実に。超えてない、いや、それ500円もいったまあ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 、まあ、500円もいった、まあ、SR で横のやつにレアもだってゾロワークだし、え、ちょ、どういうこと、なんかこれエラーです、エラーボックスになりました。何これ、これは高いわけ、知らないんだよね、最新弾。いや、それ3000円ぐらい、こっちなわけないね。いや、いいの、30円、これ何あ、いいわ、まあ、エラーボックスでした俺これ一箱引いて、これやったらあの店員さんに問い詰めてたよ、これ何ですかっつって、あ、これ出ちゃったね、これ SR? あ、SR だ、あ、これ SR なんで、ちょっと元の絵がわからないけどでもこれむあれで売ってるらしいよ、ノエネで、相手のバトルボックスの毒と麻痺にするの。すごい、うん、そしてあ、見たんですね、アンズってなんだこれ。なるほど、溶接工の値段が気になりますね。スーパーレアが当たりに入っちゃう。あ、いるんだけどここに何のキャラなのこれ。え、あ、セレビウシギマナかな、ドカンと。まあでもこれあれだね、あの平均をあの狙わせてくるようなオリパですね。そうだね、これ5500円どうなの最近、高いじゃないの、そうでもない、うん、そのブーム終わった、うん、なんかそんなブーム終わったね。それではラスト、さあ皆さんの、待って、ラストわかるよ、皆さんの期待を胸にどうちまし知るんですかさあ、そんなことになってしまった、一体どれがいいのかもわかりません。こんだけ一番足分って700円ぐらいました。どれが一体1000円超えているのか、もうこのノーマルカードが何かもわかりませんが、とにかく、どんどん買っていきますので、宇津木博士のレクチャー、そういうこと、うん、もうね、よくわかんないわ、よくわかんない、本当に欲しい人がいる、わかんないけど、もう買っていきますわ、どんどん申しで。じゃあよろしくお願いします。